はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は iPadOS 17の新機能を紹介していきます。iPadOS 17でメモアプリが結構進化したので、それのアップデートを今日は紹介していきます。PDF がアップデートしたりとか、あとこういうスタンプつけれたりとか、なんかイラストとかもね、結構進化してて、ちょっとこのクリエイティブ周りもですね、紹介できたらと思っております。はい、で、ちょっと本編入る前にお知らせです。iPad Mate Kids の4期生絶賛今募集しております。小学生限定にはなるんですけれども、 iPad でクリエイティブなことを学びたい生徒たちをですね絶賛募集中で、今生徒が200名ぐらいいるんですけれども、ローカルだけじゃなくてオンラインでも生徒を募集してますので、全国の皆さんぜひ応募してもらえると嬉しいです。iPad の授業ね、1回無料で受けれますので、ぜひ説明会に参加してもらえると嬉しいです。概要欄のところにリンク載っけておきますので、そこからお願いします。はい、ということで始めていきましょう。じゃあまずはじめ、ステッカーの機能から紹介します。ステッカーっていうのが押せるようになって、これ私がね自分で作ったステッカーなんですけど、こんな感じでスタンプみたいなものが押せるようになります。でこれどうやって作るかっていうと、写真アプリで自分のこういうねイラストとかプロクリエイトで描いたやつとか保存してたら、これをねギュッて長押しするんです。よいしょ。はい。で、そしたらステッカーに追加っていうのが出てくるので、これ押します。はい。そしたら、これ iOS、iPadOS の機能なんですけど、ステッカーをね、登録することができます。で、ここにエフェクトを追加っていうボタンがあるんですけど、これが面白くてですね、アウトライン、コミック、なんかコミック、こういうなんかドロッとなりますね。で、プクプク、これ立体になります。で、キラキラ、これ子供好きそうなこうギラギラのね加工になります。じゃあキラキラにしましょうか。キラキラにしました。で、メモアプリ戻ります。で、今これ、テキストモードの状態で貼り付けるとこんな感じで。こう1個ずつ貼り付けられるんですけど、ここのペンシルマークを押すとですね、こういうお絵かきモードになるんですね。でお絵かきモードの時はこのプラスでステッカーを追加っていうところがあります。これを押すとさっきのやつが出てくる。でこれにすると大きくしたりちっちゃくしたりできるんですよ。可愛くないですか、このキラキラで。ここでこう押しまくれるという感じですね。これね本当にメモアプリだけじゃなくていろんなところに使えるんですけど、例えばスマホとかでもなんかこれねスタンプみたいな感じでメッセージで送れたりとかできるので、是非 iPad でね描いたイラストをこのステッカーに保存しておくのね、めちゃくちゃおすすめです。で次、リンク機能いきます。リンク機能はこのテキストのところにですねリンクを追加して、外部の URL に飛ばしたりすることができるんですけど、ここのリンク追加をして、でリンク先ですね、入力して完了ボタンを押します。はい、そうするとここにリンクになって、これもタッチするとこんな感じで iPad Mate Kids のサイトに飛ぶっていうような感じですね。で外部のリンクでもいいんですけど、他のメモですね、こっちのメモのリンクを付け加えることもできます。どういうことかというと、これ適当に選択してリンクを追加押します。で他のメモのタイトルを入れます。はい、iPad 本入れました。そしたらここのメモのリンクがつくんですけど、この状態でここを押すと、はい、iPad 本の他のメモのリンクに飛ぶっていうような感じです。なので、まあいろんなね、こうリンクを埋め込みながらメモを作れるという感じです。で次、手書き文字をテキスト化できる機能も追加されてます。例えばこういう文字をね適当に書きます。でこれ長押しするとこう文字として認識されてるんですけど、この状態で、コピーじゃなくてテキストとしてコピー、これを押します。でよいしょ、上の方で3本指シュッてやるとペーストなんですけど、はい、そうすると出てきますね。ちょっと愛が足りないけど、だいたい正確ですね。はい、こんな感じで、まあ、結構適当に手書き文字書いてもテキストとしてペーストできるので、これメモアプリだけじゃなくても大丈夫です。例えばここをコピーしてメッセージに貼り付けることもできるので、まあ、結構ねこれは使えるかなと、 iPad らしいなという感じがしますね。でこの手書きの話が出たので、ここのパレットの紹介ですね。ここね結構新しいペンが増えてます。増えたのかな、このサインペンと、あとこのウォーターカラーですね。サインペンはこうサインとかを書くときに結構使えるかなという感じです。水彩のペン結構面白くて、これメモだけじゃなくてフリーボードとかでもできるんですけど、こんな感じで結構リアルなイラスト、ちょっと私水墨が最近ハマってるのでこれでも練習してたりするんですけど、こんな感じのイラストを描くことができます。はい、で次 PDF いきます。PDF の資料をですね、このメモの中にいくつでも埋め込めるようになったんですけれども、例えば、ファイルアプリの中に入ってるやつをこう入れます。はい、あー出てきましたね。もう一個いきましょう。こうしてこうしてこれをキュッとここに入れます。でそうするとここに入ってくるんですけど、こんな感じでスライド、横にスライドしながら見れるんですよね。これ結構いいですよね。こう縦にねスライドするとすごく長くなっちゃうんですけど、これが横でスライドできるのが結構いいなっていう感じで、ここにまた書き込むことができます。ペンシルを押して、でさっきと同じですね、ここでちょっと書き込んでみましょう。はい、こんな感じで。さらに注釈を入れることができるので、これ自分でこうね見るだけでもいいんですけれども、共有機能があるんです。この PDF とかこの全部のメモ自体に複数の人がこう集まって一緒に編集することができます。なので B の人が入ってきてこれ消したりもできるし、ここに新しく文字を書いたりすることもできるんですけど、そのやり方がここですね、共有のところを押します。で共同編集かな。でこの三角のところを押すとですね、こういう画面が出てきます。で参加依頼された人とかリンクを知ってる人は誰でも。でここの権限を変更可能っていうのにしてると、このリンクを誰かにメッセージとかで投げて、ここのメモに入ってきた人はこれ書き込んだりとか消したりすることができます。なので PDF とりあえずここにバーってこう入れておいて一緒に編集するみたいなのができるので、これは結構新しくついた機能の中でも結構いいなと思うような感じですね。ただ PDF の共同編集だったらもしかしたら GoodNotes の方がいいかもしれないですね。GoodNotes の方が書き心地だったりとか、挙動もすごくいいので、 PDF 共有だったら GoodNotes で、こういうメモとかテキスト系の共有だったらフリーボードの方がもしかしたらいいかもしれないですね。イラストとかこういうペチペチ貼る系だったら絶対フリーボードの方がいいので、その辺のね使い分けは皆さんの方で考えてもらってやるのがいいのかなと思います。で最後ですね、これちょっと新機能じゃないんですけど、おすすめ裏技って感じで、この状態ですぐにメモを立ち上げたい時ってあるじゃないですか。その場合2つやり方があって、インスタントメモとクイックノートですね。まずインスタントメモなんですけど、ここにこういうメモマークがあります。ない人は、設定のところのですね、コントロールセンターの設定でここを出してください。で、これをタッチすると一瞬で新しいメモが立ち上がるっていう感じです。でもう一つがクイックノートですね。クイックノートはこっちからシュッてやるとこういう感じの、手書きの文字かな、テキストでもいけるんですけど、私はこうシュッて出して手書きでバババって書いて閉じる、もしくはこう隠すとかやってるんですけど、こんな感じのクイックノートとインスタントメモっていうのを活用するとかなりメモを取るのがね早くなると思います。でインスタントメモに関してはここに出てくるかな。でクイックノートに関してはクイックメモですね。クイックメモに関してはここかな、ここですね。手書き系のやつは私はここに入ってるんですけど、こんな感じでクイックメモだと上、普通のノートだとここに入ってくるっていう感じになるので、ここはちょっと使い分けですね。私はとりあえずこう急いで書かなきゃみたいな感じになったらとりあえずここ出すっていう風にしてるので、これちょっと知っておくと便利かなと思います。はい、ということで今日はこんな感じでメモアプリの新機能いかがだったでしょうか。ちょっとねマイナーアップデートかなっていう感じだったんですけど、今回の iPadOS 17。それでもねメモを使ってる人はかなりいいアップデートだったかなと思うので、是非この動画ね繰り返し見て使っていただけるといいかなと思います。はい、ということでチュートリアル以上になります。iPad Mate Kids ね4期生募集してますので、是非小学生のお子さんがいるお父さんお母さんこれ見てねいいなって思ったら概要欄のところから是非募集を応募ですねしていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。